深谷里奈は、名古屋を拠点に活動する、フリーアナウンサー。元東海ラジオ放送アナウンサー。岐阜県田地見市出身。大学卒業後、化粧品販売会社に勤務した後、名古屋タレントビューローに入所し、東海ラジオ放送に専属アナウンサー契約を結ぶ。2010年5月に第一子を出産。このため2010年4月から2010年9月まで、 育児給食を取得していたが2010年10月復職。2017年3月31日、東海ラジオとの契約満了で退社したが、同年4月以降もフリーアナウンサーパーソナリティとして、現在の東海ラジオの担当番組に出演している。本名は非公表であり、改正前の不可やりな名義でアナウンサー活動をしている。これは結婚時の条件として、 結婚相手の親族に業界人であることを大ピラにしないことと言われているためである。特筆のないものはすべて東海ラジオの番組。など当初より半年間の育休取得の予定だったが、育休中にアナウンサー契約が満了したため一旦、東海ラジオから席を外れホームページのアナウンサー欄からも削除されていた時期があった。復帰にせんだって、 東海ラジオと再契約を交わしたと復帰最初の番組で説明している。ご挨拶深谷カメラ2017年3月31日投稿。ありがとうございます。